梶谷さんね、これ、モマから出た皆さんご存知だと思いますけど、プライマリードキュメントといって、戦後日本1945年から1980何年まででしたっけ、89年までのドキュメントを集めて、つまり、た本なんです。でこれが出た時、私国立美術館の理事長をやって非常にショックでね、つまり基本的な土台作りまでもがMoMAではやられていて、こういうものが日本に出てなかったんです。それでだから美術館にいる時に若手の学園の人みんな集めて、こういうものこそ日本で作んなくちゃいけないんだからということをみんなにお願いしたんですよね。でこういうものができてるから、実はその一番最初はモノ派などがですね、ちょっといいと目をつけると向こうがどんどん買い出して、そしてある時点でモノ派に関する研究論文が発表されて、そして公的な例えばモマだとかなんとかでその展覧会を開いて、そうすると向こうに蓄積されている安くで買ったものがドカーンと上がるわけですね。まさに地上げのやり方なんです。でそれに研究者がきちっと組み込まれてるんですね。で具体もそうです。ですからおそらくその次には何かをまた狙ってくると思います。それだけのクオリティが日本の美術にあるからです。でそれでですね、実はそういうことが起こっては困るということで、それで一番の被害者は美術賞ですから、東京美術倶楽部がですね、本当は学者集団が作んなくちゃいけないこの日本の20世紀芸術というクロノロジーを、年代記みたいなもんです。何年にどういうものがあったかというものを出版してるんです。でこれはもうすぐですよね、英文に訳されて、で少しはその日本のものの研究の主導権とかベーシックなところを取り戻そうということでこういうことをやってるんですが、あまりにもそれが小さい。でその辺のことについてちょっとお願いします。MoMAの論集は2012年に出たんですが、実際その作業を行ってたのはその3、4年間はその作業をしてました。でエディター編集員4人いるんですが、それぞれ違うところに住んでましたので、もう何十回もそうスカイプ会議をしたり、場合によってはそのアメリカに行って会議をしたり、日本にアメリカから来てもらって会議をしたりして、かなり時間をかけて、作ったんですね。でこれはそのMoMAっていうのはやはりその研究者から見ると、やはりその研究の動向って非常に踏まえて作って活動してるなというふうに思ったんですね。というのはこのアンソロジーって日本だけではなくて、中国、ブラジル、中米ですね、中米、あと、中央東ヨーロッパ、中東ですね、中東、あと、アラブですね。つまり彼らがフォローできない地域の言説っていうのをその本にしているんですね。でそういうプロジェクトチームを作って数年かけてそういう本を作ってます。でかつこの一冊を作るのに実はすごい膨大なお金をかけていて、これ$40で売ってるんですけれど、全く売り上げだけだと全く採算取れてないです。もう全然つまりこれはそもそもMoMAっていうのは非営利団体なんですけれども、売り上げを求めようとして作ったわけではないですね。自分たちおよび研究者等が使えるように。で実際この本を作ってからよく大学の先生にやはりこういう授業で使ってるよっていうふうに言われるんですね。というのは実際先ほどモノ派とかの評価が上がったって話あります。でも実際今例えば英語圏で日本の戦後美術の研究をしている人たちはアジア系の人たちなんですよね。そのモノ派だったら日系の人なんですね。で具体もアジア系の人がやっていて、結局彼らっていうのはやっぱり自分たちのこのルーツの一つである地域のことをやっぱり勉強するっていうのは結構あることなんですね。でそうして大学院生の時にこうしたものを読んで関心を持って博士論文を書いて、そこからどんどん研究が蓄積されていく。またそうした研究の蓄積績とともにその作品がその注目されるようになっていくというような、つまりその彼らがその論文を書くことによってその展覧会もしやすくなるわけですよね。こういう意味があるってことが分かるようになって、ですのでその非常にそのこう広いやっぱりそのこう現世のネットワークっていうのに大きくその関わってるんじゃないかなというふうに思いますね。ただそうなんです、日本語でなかなかこうしたものがなかった、特にその批評論集ってここまでそのまとめたものが日本語でないっていうのはやはりその問題だとは思ってるんですけれども、そうですね、でちょっとずれてしまうんですけれども、こうした歴史的な作品の評価っていうのはなんて言うんでしょうね、先ほどその渋谷先生の話にその美術品っていうのはこうどんどん価値が上がる一方だっていうお話があったんですが、歴史的なものっていうのは歴史という現代美術ですね、現代美術古美術は多分上がる一方だと思うんですけれども、戦後美術だとやっぱまだ変動があるといいますか、つまりその1960年代にすごく注目されてたけれども、今ほとんどもう論文も書かない、展覧会にも出ないって作品はやっぱり多数あるんですね。でまた例えば同じ作家の作品が2つあって、その、すごくこのいい作品とその終作みたいな作品があったとして、でもこの終作の方は大きな美術館が持っていて膨大な研究がこう蓄積されて言説が出てくると、今度そっちの方がこう重要になってくるってこともあるので、やはりこうしたその言説っていうのがまだまだそこの作品の価値に与える影響っていうのは大きいんじゃないかなというふうに思いますね。種さんね、さっきお話あったんで僕は思い出したっていうか自分で考えてることなんだけど、特にヨーロッパと日本の建築や土地を考えるとちょっと相違が一段階違ってるような気がしてるんですよ。つまり日本での土地に対する感覚はね、向こうの都市であれば建物だし、それで、日本の住宅はね、向こうで言えば家具だし、それから日本の家具は向こうで言えばその絵画の額縁、一段ずつ違うんじゃないかっていう気がしてるんですけど、それはどうでもいいんだけどさっきのことと含めてもうちょっと お話をお願いしたい。今のお話もすごく分かりやすくて、多分そこら辺の、ものとしての意味というよりは、それの、文化的な、蓄積していくことに、社会と言っていいのか分かんないですけど、時代というものなのかがちゃんとそこに意味があると思ってきた文化と、日本の場合自然が豊かなものと同時にこう大きな地震や台風っていう環境的な要素が大きいんで。それが壊されるっていうことなども経験しているので、そこにある種のお金をかける必要はないんじゃないかっていうですね、あとは木造だからまた紙だからこう壊れやすいっていうので、でも木造でも長く残したり直せるっていうのは建築の素晴らしいところなので、そういうことをすれば財産はちゃんと継続できるというところをもう一度見直す方がいいんじゃないかと。いうところは大事なポイントかなと思ってますね。ですね、だから建築だけではなくて多分都市ということも同じだと思うんですけども、先ほどお話聞きながらもその個人のコレクターと美術館も同じで、その多分信用っていうところがすごい大事なポイントかなと思っていました。で美術館がなぜ信用されるかというと、やっぱコレクションがベースにならないといけないというのが多分本当の、博物史から始まった美術館の在り方なんで、19世紀20世紀も含めて基本はコレクションとコンサベーションとエキシビジョンっていう3本立てで、美術館の信用を得ていくんで、大きな美術館はやっぱコレクションがちゃんとしているし、それをちゃんと保存してるし、研究もしてるしっていうのと、ただ21世紀に入ってからなんとなくこう、キュレーションであったりとかコミュニケーションとか、そういったシェアみたいなものが非常にこう価値を持ち始めたんで、箱だけ作ってコレクションを持たなくても美術館になるんじゃないかっていうので、ある種の一定の期間は大丈夫なんですけど、さっきの名和さんの話も同じで散逸していったものとかを取り戻すとか、建築で言ったら壊してしまったものをもう作り直すってことはできないと思うと、今日本で建築で言えば財産をどんどん壊していったり、美術であったらどんどん散逸してしまったものを高く買い戻すか、もう外に出しっぱなししていくっていうのが、なんか今現状ずっと同じことが続いてるなというので感じますかね。那尾さんね、その2000点ぐらい今まで作ってられたっていうんだけど、はい、その自分のその作品に自信があればね、売らないでさ、持ってて値上がりするからっていうんでストックしておきゃ一番いいんじゃないですか。それは思いつかなかったですね。っていうのはね、ピカソはね、晩年はいいものはもう売らないで、ほら絵付けをしたお皿とかね、簡単なものばっかり売ってるんですよね。僕はあんまりその自分が所有してる所有してないっていう意識がないんですよ。この世の中に自分の作品を生み出すっていう意識だけがあって、それが僕が持ってる、誰かが持ってるっていうよりはもうこの世界にあるっていう感覚なので、そういうつもりで作ってます。だから新作を作る時はその世界に自分の作品をもう一つ加えるっていう感覚なんですよね。だからコレクションとか持っていただいている方々はその僕の作品世界の一部を持っていただいてて、つながってるっていう感覚なんですね。だからもちろんそれを支援していただいているから新しい作品も作れるし、新しいチャレンジもできますよね。で製造業じゃないんで、こうずっと注文を受けて受注生産してるわけじゃないじゃないですか。常にやっぱり誰も見たことがないものを生み出そうと常にやっぱり努力したいと思ってますし、でそれってやっぱものすごいお金かかるんですよ。新しいものを生み出すってリサーチしたり実験したり検証したり設計して、本当にゼロからフォーマットから新しい空間とかを生み出すっていうのはものすごいエネルギーがかかります。お金だけじゃなくて集中力とか考える力とかいっぱいエネルギーが詰まったものなので、それをやっぱりしかるべきところに残したいっていうのはあります。でそれから近年の美術の動向でいうとね、やっぱり箱だけがたくさん地方にも増えて、でそれが村おこしみたいにもなるから、国際展とか、地方のいい美術館増えたと思うんですけど、その箱だけができたところに今度若手作家にどんどん、人気作家が呼ばれて。展覧会するんですけど、それは必ずしも潤沢な予算ではないと。で僕なんかだから常に、作品が海外に、行っているから、東京都現代美術館2011年に個展したんですけど、12部屋を巨大な空間任されて、でもう予算も全然足りないから作品を売って継ぎ足してやったんですけど、それも、90% 全部新作で作ったんです。だからそのくらい持っとくのも大変だし、で、彫刻なんかでいうと、今僕も倉庫で1000平米ぐらい使ってますけど、もう作れば作るほど倉庫がいるんですよ。でそれを保管するのもものすごい大変、保管って本当に大変だし、この間も関西で台風でいっぱい壊れちゃいましたけどね、倉庫が。だからもう作家にどんどん負担かかるんですよ、作れば作るほど。だからやっぱり誰かにちゃんとした方に持ってもらうのが一番嬉しいし、もちろんその美術館にニューヨークのモマとか、もちろんメトロポリタンにコレクションされましたけど、あれなんかはすごい安心感があります。もうこれはアメリカっていう国がある以上もう完璧な状態で保存してくれるんじゃないかっていう安心感ありましたし、だからそういう形でちゃんとしたところに残っていくっていうことはモチベーションにもなるんですよ。ただやっぱりどんどん散逸していって、いろんな空間を任されて作ったインスタレーションとか、例えば僕なんか泡を発生させて泡だけで何十メーターの作品とかあるんですけど、それなんかはものとしてなかなか認識されないからコレクションの対象にならないですよね。だから常に泡を出すたびに赤字になって大変になるんですよ。だけどそういうことをビジョンとしてこの世の中に伝えるっていうことがアーティストの役割でもあるので、売ったものをその資金をそういうインスタレーションとかに当てるっていうことで、まあ、なんとかやりくりをするっていうことなんですよ。だからそれもでもインスタレーションっていうのも本当は美術館はコレクションできるんですよ。今そのさっき青柳さん言ってた具体とかモノ派のインスタレーションピースなんかは今頃もうアメリカの美術館買い始めてますよ。だからそれはインスタレーションをする権利をコレクションするという考え方で設計図を買うんですよね。だからそういう形で本当に優れた作品ってもう戦後いっぱい生まれていて、でもちろん写真とかでは僕らは見てるけど、でも誰もそれを所有したり守ったりしていないっていう状況がやっぱりなんとかしないといけないんじゃないかなと思います。そのプライベートコレクターに入る場合もあるわけですよね。それでそのプライベートコレクターの場合でも名和さんのこう芸術というのをすごい理解してくれてるちょっとね、その一時は持ってるけどいつかは売るんじゃないかというようなコレクターに、そういう時にいろいろ考えることあります？もちろんありますよ。もちろんありますし、まあ、ただ僕はギャラリーと仕事をしてるので、ギャラリーとのまあ信頼関係でギャラリーに任せてるっていう部分はあります。でこのギャラリーが信頼できるからこのギャラリーを通して作品を売るっていうことだから、ギャラリーってすごい大事な機関だと思います。今、まあ、美術館だけが議論されてますけど、美術館っていうのは、まあ、巨匠とか本当にもう国の宝と言えるようなものをちゃんとアーカイブする機関だとしたら、ギャラリーはもうそれこそ美大生から若手作家までをこうインキュベーションしていく機能がありますよね。で育てて次のステージに押し出す。で海外なり国内の次のステージにどんどんこう押し上げていく機能がギャラリーにはあって、で今それが日本はめちゃめちゃ弱まっちゃってるんですよ。ギャラリーも弱体化し、でコレクターもまあ少ないから、ギャラリーもまあどんどん弱まってしまって、で若手作家のチャンスが減り、希望が、なかなか見えないっていうところがすごく今ちょっと僕は本気で今の状況は心配してますね。はい、10年前はアートバーゼルに10個ぐらい日本のギャラリー出てましたけど、今年なんか1つとか2つですよ。うん、だからもうどんどんこの中国とか韓国とかインドネシアとかそういうところが入ってきて、でまあ本当に僕なんか中国とか韓国ももう15年ぐらい前から活動してるので見てると、やっぱもう国策で中国なんかはもうどんどん伸びそうな作家はガンガン支援して、でもう欧米の中心と言われるところにドンとプロジェクトとして資金つぎ込んで花を咲かせて、でそれをまた自国に持って帰ると、だからそういう戦略がうまくいってるんじゃないかなと思うんですよね。それをだからこの本当15年ぐらいですごいこう歴然とした差に見えて、やっぱまあなんとかしてほしいなっていうのは思ってます。うん。